それに結論つけるわ。27度。大阪方面からやったらいいけども、大汗ぐらいから帰ってくるんやったらあかんやろな。またトンネル、ここでクールダウン。ビデオカメラのバッテリー高温にならないように。熱がこもらないように加工してやるから、マナスでも大丈夫やけどもな。ここで28度、オバミネトンネルの南側で28度。
頭を冷やしてます。ラストした。スタンディングオベーション。あー、よう冷えるわ。温度計は一気に21度まで下がりました。もう一回冷やしたぞ。わさび谷です。ここは今から160Rに入ります。27度。これは栗の木トンネル。滝の脇。もう今日はいつもよりたくさん走ってます。だからもう梅雨明けやで。33度や。トンネルの中は23度やったな。10度違うか。ほんまはもっと低いはずやけどもな。感温部自体が温度上がっとってやろな。
川湖を大迫ダムか。ランチをする白谷地区の展望台です。めんどくさいなぁ、鹿よけの柵。展望台に行こうかな思って行って、あ、閉まったのかな、あかんねん言って帰る人もおるやろな。上田子下田子南京やな、これは上田子と下田子があったわけや。南京はな、南京はなかったか。昔よう言ったな、安倍のセンタービルかアポロか、いやアポロになったんか、妹子南京。妹子南京は、え、あれはセンタービルちゃうかったな、忘れた。シルバーエイトもよく行ったな、あそこの会員になった時会員高かったな、6万か7万したんちゃうか。まあ脱会するときは全額帰ってきたけどもな。シルバーエイトは中でカラオケもやっとったな、ここは当時は。どこやったかな、高い、いや、いいところで、あれはアポロイレブンか。アポロイレブンは丸いカウンター、円形のカウンターが4つぐらいあったかな。でエコーの地下はろうそくで
各テーブルにろうそくだけの光で暗いとか言ったな。あ、ここはな、ジャック・ダニエルかちゃうねやったかな。あ、今夜行ったな。電車で走るの流行ったるけどもな、改装して。あれはタイヤが小さいから偉いわな。でこの時期は地べたが近いから暑いしな。地区の展望台です。もう曲がる、あ、いや無償橋はなやったかな。